皆さん、ポコニャチは。さあ、今日は20秒スピランに挑戦するよ。え、20秒しかないのにコース長くないかしら。これ間に合うのか。どうだろう。っていうかコースのサムネが敵とスターだらけだけど。コース名も騒がしいスピランってなってるしね。騒がしいスピランか。どんな感じで騒がしいのか早速プレイしていきましょう。20秒だから軽くクリアしちゃおう。よし。ってドッスンが大量だ。あ、油断して落下してる。はい、バカ丸だし。バカじゃないわ。Pスイッチを押させないようにしないとね。ってことは先にPスイッチを奪っちゃえば。ブロックをコインに変えられずに済むってことね。残念ながら2体目もいたけどな。でもこれ、スピンジャンプでいけるんじゃない？え、スター中にスピンジャンプしても乗れるのね。初めて知ったぜ。あ、ピンクコイン集めきれなかった。風取りに戻らなかった。今度は確実にピンクコインを集めよう。だが、確実に取るとスピードが殺されるんじゃね？スピランコースなのにね。まあいっか、とりあえず先に進もう。ここも、どうやらスターみたいだね。落下してるじゃねえか。アバニマスのところもあったか。途中に鍵があったよね。確かこの辺りかな。ちょっとギリギリじゃない？あ、勢い余って落下しちゃった。ブレーキが必要だな。一気に大ジャンプすればいい感じの場所に行けるはず。うん、ちょうどいい場所ね。っていうか残り時間が。ってここはカオスだな。なるほど、ここが騒がしいって場所ね。これだと時間が足りないな。タイムアップね。左上から行くとどうなるかな。うん、時間的にもちょっと厳しいけど。これが正規ルートか。そうだろう。あかん、タイムアップや。わかった。最初のエリアでドッスンにピースイッチを踏ませないようにすればいいのか。なるほど、これで音符ブロックを利用してコインのナビに従えばいいのね。これでかなりの時間短縮になったな。ここは、短縮しようがないかな。もしかしたらトゲの上からショートカットが。いや、正規ルートでいいよ。あ、Pスイッチの踏む場所間違えた。何やってんだよ。ここはそのまま右から行くのかしら。そっちの方が近そうだからね。まあ確かにそうだな。今度はここでPスイッチを踏もう。どうしてるじゃないの。ここはちょっと慎重になった方がいいかも。少し右の方に行って、しっかりPスイッチを踏もう。お、これなら間に合うか。全然前が見えないけど。なんだろこの角は。あらら、あとちょっとのところで。こんちきしょう。いやー、でもこれで一本方が分かったね。タイトル通りの騒がしさね。まるでポコニャンみたいだな。なんで僕が騒がしいんだよ。厄介でいやらしくて騒がしいって。最悪ね。なんでそうなるんだよ。さて、ここは慎重に行かないとね。ん？っていうか、スターを使ってるからコースが長くても間に合うのね。ダッシュする速度が上がるからな。さあ、最後の角は確実にくぐらないと。よっしゃー、行ったぞー。はい、というわけで無事にクリアすることができました。いやー、騒がしいし忙しかったわね。時間も結構ギリギリだったな。うん、スターを使えばコースが長くても大丈夫だね。これはコース制作の参考になりそうね。そういえば今作ってるコースはどんな感じなんだ？うん、順調に進んでるよ。ま、本当にたまにしか成功しないんだけどね。そんなに難しいのね。コース制作者の TTTT さん、ありがとうございました。このコースの ID は動画概要欄に記載しておきますので、よかったら皆さんもプレイしてみてください。というわけで今回はここまでにしたいと思います。それでは、ご視聴ありがとうございました。